車ありがとうございます。特急北越4号金沢行きです。ご案内をいたします。車掌は JR 東日本直江津インフラ江戸本です。途中の直江津駅までご案内をいたします。これから先の停車駅のご案内です。次はニーツです。ニーツ、鴨、東三条、三つけ、長岡、柏崎、柿崎、直江津、糸魚川、久留米、魚津、滑川、富山、高岡、終点、金沢の順に停車してまいります。なお途中の長岡には11時1分の到着です。柏崎には11時27分、直江津には11時52分、富山13時14分、終点金沢には13時53分の到着です。列車は6両で運転をしてまいります。先頭は1号車で、一番後ろが6号車です。自由席は本日5号車と6号車2両となっておりますので、お乗り間違いのないようにお気をつけください。指定席は1号車から4号車までです。車内はデッキ、お手洗いを含めまして禁煙とさせていただいております。お手元はご遠慮ください。携帯電話は音の出ないようにマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。ご協力をお願いいたします。この列車には車内販売がございます。終点の金沢まで営業いたしておりますので、どうぞご利用ください。ご乗車いただきましてありがとうございます。特急北越4号金沢駅です。次は新津に停車いたします。
乗車ありがとうございました。まもなく新津です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。新津からのお乗り換えの番台です。新越線普通列車長岡行きは10時29分1番線からの発車です。上線普通列車の柴田行きは10時45分3番線です。バイスサイソンはお乗り換え時間が長くなっておりますので待合室などをご利用ください。まだ新津に停車いたします。お出口は右側です。新津の次は鴨に停車いたします。次はカモです。本日は特急北越号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。車内販売よりご案内いたします。ただいまワゴンによりホットコーヒーや冷たいお飲み物、お食事、お土産、おつまみお持ちいたしまして皆様のお席までお伺いさせていただいております。お近くを通りました際にはぜひお声掛けくださいますようお願いいたします。本日のおすすめ商品は期間限定コーヒーモカブレンドコーヒーとスイーツセットでございます。深いコクと爽やかな香りが特徴の期間限定コーヒーモカブレンドコーヒーでございます。またこちらのホットコーヒーと焼き菓子がセットになったお得なスイーツセットを400円にてご用意しております。ぜひこの機会にご利用ください。この列車の担当アテンダントは日本レストランエンタープライズ新潟列車営業支店渡辺でございます。終点金沢までお供させていただきます。
ご参加ありがとうございます。私ですが、少子化対策協議会で決定していただきます。ご協力お願いします。
ご乗車ありがとうございました。まもなく加茂、加茂です。お出口は左側です。普通列車長岡行きは10時50分の場所です。降りましたホームでお待ちください。加茂に到着いたします。お出口は左側です。加茂の次は東三条です。東三条です。
まもなく東三条です。お出口は右側です。それでは長岡行きは10時57分の発車です。降りましたホームでお待ちください。東三条次は三つけです。
車ありがとうございました。まもなく三つ家、三つ家です。お出口は左側です。別列車の長岡駅は11時12分降りました。ホームでお待ちください。三つ家に到着です。お出口は左側です。三つ家の次は長岡です。
乗車ありがとうございました。まもなく長岡です。4番線に到着いたします。お出口は左側です。長岡からのお乗り換えのご案内です。上新幹線マックス時322号東京行き11時37分の発車です。マックス時317号新潟行き11時58分です。3階の新幹線乗り場へお進みください。続きまして上越線経由の飯山線もあります十日町行き快速越野宿田十日町行き11時12分3番線です。全員列車失礼しました。全席指定席となっておりますので、指定席券が必要です。お乗り換え際のお客様はお気をつけください。まもなく長岡に到着いたします。お出口は左側です。長岡の次は柏崎です。特急北越4号金沢行きです。この列車は特急列車ですので、特急券が必要となりますので、お気をつけください。この列車は特急列車ですので、特急券が必要です。また本日4号車は指定席ですので、自由席ご利用のお客様は 5号車と6号車にご乗車ください。まもなく発車いたします。いただきましてありがとうございます。特急北越4号金沢駅です。この先停車駅は柏崎、柿崎、直江、糸魚川、黒部、魚津、滑川、富山、高岡、終点金沢です。
6両で運転いたします。先頭が1号車で一番後ろが6号車です。自由席は5号車と6号車の2両です。本日4号車は指定席とさせていただいております。自由席は5号車と6号車です。車内はデッキを全員含めて禁煙です。おそばご遠慮ください。携帯電話は音の出ないようにマナーモードに設定の上通話はお控えください。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。次は柏崎です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ご乗車ありがとうございました。まもなく柏崎です。3番線に到着いたします。お出口は右側です。1号線はお乗り換えです。吉田京の東三条行きは12時12分1番線です。柏崎の次は柿崎です。
Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。まもなく柿崎です。お出口は左側です。柿崎の次は直江津です。直江津で
ありがとうございました。まもなく直江津です。3番線に到着いたします。お出口は左側です。直江津からのお乗り換えの列車のご案内です。新越線高田新井方面の普通列車長野行きは11時53分、到着本部か4番線です。長野行きは4番線です。北北線特急八坂九号越後湯沢行き12時5分2番線です。その後の普通列車六日町行きは12時24分6番線です。北陸線普通列車富山行き12時8分1番線です。ご利用際はお忘れ物のないようにお気をつけください。直江津を出ますと、糸魚川、黒部、魚津、滑川、富山、高岡、終点、金沢の順に止まります。なお、糸魚川到着時刻は12時19分、糸魚川は12時19分、黒部12時49分、黒部12時49分、魚津12時54分、魚津12時54分、滑川は13時1分、滑川は13時1分、
富山13時14分、富山13時14分、高岡13時27分、高岡13時27分、終点金沢には13時53分、終点金沢13時53分の到着です。北越4号金沢駅です。まもなく発車いたします。自由席は5号車、6号車です。4号車は本日指定席です。ご注意ください。北越4号金沢行きです。車掌変わりました。これより先は JR 西日本笠原がご案内いたします。車内のご案内をいたします。列車は前から1号車、2号車の順で1番後ろ、6号車です。指定席は1号車から4号車、グリーン車は1号車、前寄りになります。自由席は5号車、6号車、後ろ2両、5号車と6号車です。4号車本日指定席となっています。ご注意ください。泊まります駅と到着時刻ご案内いたします。次は糸魚川12時19分、黒部12時49分、魚津12時54分、
滑川13時1分、富山13時14分、高岡13時27分、終点金沢13時53分、金沢到着13時53分です。特急北越号を全車禁煙です。デッキお手洗い洗面所含めまして全て禁煙です。ご協力お願いいたします。携帯電話ご使用について再度お願いをいたします。車内での携帯電話ご使用は周りのお客様のご迷惑となりますのでデッキでお願いいたします。マナーモードをご利用いただきまして呼び出し音が出ないよう皆様のご協力お願いいたします。車内販売はワゴンサービスのご利用ください。この列車の車内には自動販売機の設置はありません。ご了承ください。重ねてお願いをいたします。乗車中貴重品は必ず身につけて、お荷物は目の届くところ、手の届くところに置いてご乗車ください。ご注意お願いいたします。次は糸井川12時19分に着きます。
電源切り替え区間を通ります。一時的に車内の電灯が消えますのでご了承ください。電源切り替えのため車内の電灯が一時的に消えます。ご了承ください。糸魚川に着きます。出口は右側3番乗り場です。糸魚川を出ますと次は黒部に停まります。乗り換えのご案内をいたします。止まり魚津方面普通富山行きは12時58分、着きました同じホーム向かい側2番乗り場です。大糸線平岩方面南小谷行きは13時10分、同じく2番乗り場です。大糸線南小谷行きは普通富山行きが発車した後2番乗り場に入ります。しばらくお待ちください。お忘れ物ないようお降りください。糸魚川に着きます。出口は右側です。
4号金沢行きです。自由席は5号車、6号車です。自由席は後ろ2両、5号車と6号車です。4号車、本日指定席となっています。ご注意ください。次は黒目です。12時49分に着きます。次は黒目です。
会社は、どうしたか。
ます。1番乗り場です。お出口は左側です。黒目を出ますと、次は魚津に止まります。車内にお忘れ物ないようお気をつけください。お出口は左側、1番乗り場です。まもなく黒目に着きます。お出口は左側です。Thank you.
は魚津です。あと5分ほどのご乗車で魚津に着きます。次は魚津です。あと2分ほどのご乗車で魚津に着きます。お出口は左側1番乗り場です。出口は左側です。魚津を出ますと次は滑川に止まります。乗り換えのご案内をいたします。東滑川方面普通富山行きは13時9分、着きました同じホーム1番乗り場でお待ちください。魚津で降りのお客様、車内にお忘れ物ないようお気をつけください。お出口は左側1番乗り場に着きます。バスに乗って、自転車に乗って、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 バスに
急北越4号金沢行きです。自由席は5号車、6号車です。4号車本日指定席です。ご注意ください。次は滑川です。あと5分ほどのご乗車で滑川に着きます。次は滑川です。滑川に着きます。出口は右側3番乗り場です。お出口は右側です。滑川を出ますと次は富山に停まります。乗り換えのご案内をいたします。水橋方面普通富山行きは13時18分、2番乗り場でお待ちください。車内にお忘れ物ないようお降りください。お出口は右側3番乗り場に着きます。滑川です。
山です。13時14分に着きます。次は富山です。Thank you.
ご案内いたします。あと3分ほどのご乗車で富山に着きます。お出口は右側3番乗り場です。お出口は右側です。富山を出ますと高岡終点金沢の順に止まります。乗り換えのご案内をいたします。小杉高岡方面普通金沢行きは13時21分、着きました小田地方面向かい側4番乗り場です。舞原方面特急白崎12号名古屋行きは14時3分、同じく4番乗り場です。高山線ご利用のお客様、列中八尾方面普通井の谷行きは13時54分、階段通りまして1番乗り場お越しください。高山線井の谷行きは1番乗り場13時54分発車です。車内にお忘れ物ないようお気を付けください。お出口は右側3番乗り場に着きます。富山です。北越4号金沢行きです。自由席は5号車6号車です。特急北越号全車禁煙です。おたばこはご遠慮ください。本日4号車指定席となっています。ご注意ください。富山を出ますと高岡終点金沢の順に止まります。特急北越4号金沢行きです。
急北越4号金沢行き発車いたします。車内のご案内をいたします。列車は前から1号車、2号車の順で一番後ろ6号車です。指定席は1号車から4号車、グリーン車は1号車前寄りにあります。自由席は5号車、6号車、自由席は後ろ2両5号車と6号車です。4号車本日指定席となっています。ご注意ください。止まります駅と到着時刻ご案内いたします。次は高岡です。13時27分、終点金沢13時53分、金沢到着は13時53分です。この列車は特急列車です。乗車券の他に特急券必要となります。またご用意でないお客様、車掌までお知らせください。特急券、自由席特急券発売いたします。特急北越号、全車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。次は高岡です。13時27分に着きます。
します。高岡、高岡に着きます。お出口は左側、4番乗り場です。出口は左側です。高岡を出ますと、次は終点金沢です。乗り換えのご案内をいたします。イスルギ、津幡方面、普通金沢行きは13時39分。着きました同じ方で4番乗り場です。城花線、とどみ、福野方面、城花行きは13時55分。階段通りまして、2番乗り場お越しください。君線、藤木、浜原市方面、君行きは14時15分。階段通りまして、7番乗り場お越しください。城花線は、2番乗り場、君線は7番乗り場から発車です。高岡で降りのお客様、車内にお忘れ物ないようお気をつけください。出口は左側です。4番乗り場に着きます。金沢終点です。13時53分に着きます。
台がある。Thank you.
JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございました。あと3分ほどのご乗車で終点金沢に着きます。お出口は右側です。1番乗り場に着きます。お出口は右側です。乗り換えのご案内をいたします。京都方面特急サンダーバード26号大阪行きは13時56分3分の待ち合わせ。着きました同じホーム向かい側2番乗り場からすぐの発車です。米原方面特急白崎12号名古屋行きは14時46分同じく2番乗り場でお待ちください。マット三河小松方面普通福井行きは14時ちょうど階段通りまして3番乗り場お越しください。七尾線ご利用のお客様宇野家羽咋方面普通七尾行きは14時34分階段通りまして4番乗り場お越しください。七尾線特急サンダーバード19号和倉温泉行きは15時2分着きます。階段通りまして7番乗り場お越しください。七尾線七尾行きは4番乗り場七尾線特急サンダーバード19号和倉温泉行きは7番乗り場から発車です。京都方面特急サンダーバード26号大阪行きご利用のお客様乗り換え時間わずかとなります。着きました同じホームの向かい側2番乗り場停車中の列車にご乗車ください。小松方面普通福井行きは3番乗り場白崎12号名古屋行きは 2番乗り場から発車です。今日は新潟からの特急北越4号をご利用くださいましてありがとうございました。後のご利用もお待ちしております。金沢帝国で到着をいたします。出口は右側1番乗り場です。降りの際には棚の上帽子掛け座席の周りよくお確かめの上忘れ物ないようお降りください。金沢終点です。